在日アフガニスタン人は日本に一定期間在住するアフガニスタン人内しアフガニスタン国籍の人々である。また日本に帰化や亡命した人及びその子孫のことをアフガニスタン系日本人と呼ぶ。2020年12月末時点で日本に長期滞在している民間のアフガニスタン人は3509人であり、在留資格別では 家族滞在が1678人と最も多く、ついで技術、人文知識、国際業務の900人、経営、管理293人、永住者243人、定住者133人、留学126人と続く。難民認定手続き中は20人となっている。男女別では、男性が2363人、女性が1146人となっており、 年齢別では、年少者の割合が他の在日外国人に比べると比較的多い。都道府県別では、千葉県が1534人と2番目の茨城県の300人を引き離して圧倒して多くなっている。ついで、愛知県251人、埼玉県125人、福岡県114人、沖縄県91人の順に多くなっている。冷戦時代に来日した。 アフガニスタン人としては、レシャード・カレットやコザンにルファが挙げられる。レシャード・カレットは、京都大学医学部を卒業後、戦乱により帰国できずに医師として日本に泊まった。一方、コザンにルファは日本に亡命していた官僚の父を頼って1990年に来日した。2001年9月11日に、アメリカ同時多発テロ事件が発生した。アフガン難民は、 世界各地に保護を求め、2001年の申請者数は5万人を超え、日本に対しても78人が難民申請を行った。日本はアフガニスタンに対して巨額の資金援助は行ったが、アフガン難民の受け入れには消極的で、1999年からの3年間で132人のアフガン難民が難民申請を行ったにもかかわらず、 難民認定したのは9人だけだった。在留特別許可ですら厳しく、1999年からの3年間で17人しか受けることができなかった。アフガン難民の中には、アリジャンやアブドル・バッセルのように難民不認定処分の取り消しを求めて訴訟を行う者もいたが、なかなかうまくいかなかった。2002年1月から始まった第154回国会では、 在日アフガニスタン人の人権擁護等に関する請願が提出された。同年8月、在留特別許可で日本に滞在していたアフガン難民のユノスタヒリが祭祀の空爆死を知って自殺した。その後も日本はアフガン難民の受け入れには消極的で人道的配慮により2003年に2人、2004年と2005年に4人ずつ、2006年に1人、 2007年と2009年に3人、ずつの在留を認めただけだった。しかし、日本にはアフガニスタン人がいないわけではなく、2006年時点で646人の在日アフガニスタン人がおり、居住地のトップ後は、千葉県156人、愛知県103人、東京都78人、北海道34人、茨城県と埼玉県32人だった。 2010年になっても、アフガニスタンの正常不安は続き、アフガニスタンは世界最大の難民発生国のままだった。2010年時点の在日アフガニスタン人は1148人で、あり、居住地のトップ後は、千葉県381人、東京都138人、愛知県126人、茨城県71人、埼玉県47人だった。 2011年からは未来への架け橋、中核人材育成プロジェクトが始まり、2015年の留学生は245人だという。一方、犯罪者もおり、2010年の警察白書には日本、ブラジルスリランカ窃盗団から自動車を買い受けてナイジェリアに転売するアフガニスタン人グループが紹介されている。その後2017年末時点での 在日アフガニスタン人は2978人で、トップ5は、千葉県1093人、愛知県249人、茨城県219人、東京都134人、福岡県130人の順だった。なお、千葉県の四街道市内の2020年の外国人、登録者数2622人のうち、アフガニスタン人は711人で、市内第一位だった。 さらに隣接する桜市でも2020年の外国人登録者数3766人のうちアフガニスタン人は533人を数え第3位となっている。両市を合わせると約1300人弱のアフガニスタン人がこの地域に集中している。つまりおよそ在日アフガニスタン人の3人に1人が四つ改造し桜市周辺に住んでいることになる。 これは、四街道市や桜市周辺に多い自動車、産業廃棄物の解体業や、その輸出業に従事しているアフガニスタン人が多いためであり、特にハザラ人が中心となっている。四街道市のホームページでは、全国でも珍しいアフガニスタンの公用語であるペルシャ語版が提供されている。ありがとうございます。